後ろの例のプリンスホテルがですね、来月からリニューアル1年入りまして、もしかしたらこの駐車場も使えなくなっちゃってかなくなっちゃうんじゃないかなと思って、寂しい思いもしてたんですが、結果は先にお伝えすると駐車場は残るそうです、ということで一安心なんですが、表紙のところに今回あのボルボの写真が並んでますが、三十数年前、まあ、もっと以前からここはもうラリーのスタートのメッカでして、そういう中であのタックスのイベントでボルボが集まったと由緒ある場所に同じく今回8台の方がいらしていただいたり、非常に、後で紹介しますけれども砂原さんのアマゾンのグループが来ていただいたりもしてます。で、あのいつもながらですが、もう外苑のレースコースになっているところを通って、赤坂のところで大きく U ターンして246に入って、外苑のイチョウ並木のところに入って、イチョウ並木の先がですね、